それどういうことですか？それは私から説明しよう。トレインや学園長はどうした？学園長、生徒同様ステュークスに拘束され連行された。彼が戻るまで学園の指揮は私が取る。何？そのステュークスって。ステュークス、彼らはどの国の政府にも属さない非政府組織で、古くよりブロッドの研究をし続けている魔法技術の研究所だ。ブロッドの研究。そういうことかよ。どういうことだ？連れ去られたメンバーを考えてみてください。連行された生徒はリドル君、レオナ君、アズール君、ジャミル君、寮長のカリム君じゃなく副寮長のジャミル君がさらわれた。でも同じく副寮長のルーク君は無事。不自然だと思わないか？狙われたのは寮長と副寮長じゃなく、多分ブロッドの研究、ジャミル、オーバーブロッドの経験者。え？ってことはつまりビルさんもオーバーブロッド？だけどリドルも他のみんなも適切な指導を受けて回復したはずだ。なぜ今になって？あいつなら何か理由を知っていたかもしれない。あいつって？嘆きの島の番人のことじゃ。彼らの存在については古い歴史書で何度か目にしたことがある。つまりノアドゥドラゴン、君は古くよりいわくつきと恐れられる島の番人と面識があるということかな。何を言っている？寝ぼけているのか、ハント。番人とはお前も知り合いだろう。ルークだけではないぞ。ここにいる全員が知っておる。それはもしかして？僕はいつの間に気を失って。敵はどこだ？全員首をはねてやる。身動きが。それに真っ暗で何も見えない。一体何が起こっている？落ち着いて。狭いんですからおとなしく横になっていてください、リドルさん。その声はアズールかい？はい。僕はどれくらい眠っていたんだ？それよりここは一体？残念ながらその質問に答えられる人間は乗り合わせてないわ。この狭っ苦しい輸送機に乗せられて3時間は経過している。全く外が見えないから、どんな速度でどの方角に飛んでいるのかすらわからないが、学園から遠く離れているのは間違いない。ウィル先輩、それにジャミルまで。寮長でないジャミルまで一緒なんだから意味深なメンツよね。それにレオナまで揃っているって言うんだから、謎かけにしても簡単すぎるかしら。レオナ先輩もここに？3時間もこの俺の膝を枕にグーグー寝ておきながら、ご挨拶じゃねえ。じゃあこの弾力ある枕は？すみません、すぐにどきます。ちょっと私にぶつからないように気をつけなさいよ。さて全員目を覚ましたところで状況を整理しましょう。僕は部活中に突然やってきた魔導装備で武装した集団に連行されてきたんですが、どうも僕らをさらった連中とイデアさんは顔見知りのようでした。イデアと連中の関わり合いについては知らないが、俺たちをさらった相手には察しがついてる。昔何度か連中の姿を夕焼けの草原の王宮で見かけたことがあった。奴らはステュークスのアラゴト専門チーム、カロー。オーバーブロッドした魔法師を捕獲し嘆きの島に輸送するのが連中の仕事だ。
奴らはスティウクスの荒ごと専門チームカロン。オーバーブロッドした魔法師を捕獲し、嘆きの島に輸送するのが連中の仕事だ。さまよえる魂を嘆きの島に運ぶ。その役目から私もリとも呼ばれている。通常オーバーブロッドを起こした魔法師には魔法執行官やマジカルフォースが対応することが多いが、場合によっちゃそれでも手に負えなくなる時がある。その時はスティウクスの出番ってわけだ。ブロッド研究のスペシャリストとして奴らが介入してくる。当事国からの要請があろうとなかろうとな。俺があの連中を見かけたのもおそらくはその緊急事態が起きたからだったんだろう。スティウクスとはどの国にも属さない非政府組織だ。魔法技術やブロッドの研究をしているらしいが、組織の規模、研究内容、構成、すべてが非公開。スティウクス本部があるとされてる嘆きの島は世界地図のどこにも載ってねえ徹底ぶりだ。まるで禁域ですね。しかし私もりがとっ捕まえに来るのはオーバーブロッドし、もう引き返せなくなった状態の奴らだと思っていたんだが。ちょっと待って、私たちはもうあの忌まわしい状態から解放されているわ。その後も魔法医術師に適切なカウンセリングとケアを受け、経過観察も異常なしよ。それなのになぜ突然こんな乱暴な方法で捕らえられなければならないの。そんなこと俺が知るかよ。考えれば考えるほど謎です。こうして僕らが捕らえられたこともですが、世界から秘匿された組織とイデアさんに一体どんな関わりが。レオナの話から推測するに、特別な権限を持つ立場の人間であればスティウクスと接触する機会もゼロじゃないのかもしれないわね。確かイデアの実家ってカリムの実家に引けを取らないほどの大富豪だったでしょ。え、本人があんなだからあまり実感が湧かないけど、シュラウダ家って海底油田やレアメタルで財を成したジュピター財閥の分家の一つだったはずよ。はぁ、ジュピター財閥って世界最大のシェアを持つ OS や検索エンジンを開発したオリンポス社を傘下に持つあの。ジュピター財閥の分家の一つにシュラウドという名前の家があることを当然知っていましたが、イデア先輩は偶然同じファミリーネームなのだとばかり。一切メディアなど表舞台に顔を出さず、影の統率者として名を馳せているシュラウド一族。イデア先輩がまさかその一員だったとは。財閥に名を連ねる名家出身だというのになぜいつもあんな調子なんだい、あの人。めまいがしてきました。こんなことならもっと恩を売っておくべきだった。君はこんな時でも変わらないな。しかしそんなお方が従者も連れずに一人で学園に入学してくるなんて。そうか、学園に特別に許可されたオルトの存在はそういうことだったのか。影の統率者と秘匿された組織、何かつながりがあってもおかしくはないわよね。でもこれで少し安心できましたね。イレアさんが口添えしてくだされば案外すぐに解放されるかもしれません。どうだかな、俺たちは被験体として捕らえられたんだ。どんな目に遭わされるか分かったもんじゃねえ。俺が昔王宮で読んだ歴史書じゃ、私森に嘆きの島へ連行されて戻ってきた魔法師はいないとか。この揺れ、どこかに到着したみたいね。輸送機内の気圧を調整完了、エアロック解除します。眩しい。ここはあ、皆さん、暗くて陰気臭い嘆きの島、
スティークス本部へようこそ。あんたは。どうも。スティークス所長代理、イデア・シュラウドです。